うがい薬リサジン。強いぞナショナルウルトラネオ、今モンスター当たります。怒涛のごとき大歓声、その中で繰り広げられる男たちの熱き戦い、ファンたちの歓声がよみがえった。革命戦士、反逆児、戦慄のレスラー、ニューリーダー、数多くの代名詞で語られる長州力の爆発的なファイト、力ラリアートが炸裂。必殺のサソリ固めが決まった。さあ行け長州、持てる力の全てを叩きつけろ。この番組はもっと楽しく感じるままに、技術の日産自動車グループ、バナファコムと、ご覧のスポンサーの提供でお送りします。楽しく感じるままに、技術の日産グループです。楽しく感じるままに。じゃあ、そうします。じゃあ3人で行かないと、はい、分かんない。行ってきます。よっしゃ。寒さが身にしみる11月のある日、長州力は今日の試合会場、東京後楽園ホールへと向かう。憧れの選手に一目でもと、多くのファンでごった返す後楽園ホール。その時、会場のエレベーター前で突然ハプニングが起こった。マシプロレスラー長州力の戦いは、試合場に臨んだ瞬間からすでに始まっている。だからどこであろうと、目の前に対戦相手がいると乱闘も辞さない。長州力、本名吉田光雄、プロレスラーとして12年のキャリアを持ち、現在の日本プロレス界を最もエキサイトさせている男である。必殺技リキラリアートを浴びせた時の反発力に耐えるため、入念なテーピングをする。コンセントレーション、精神を集中させ、パワーを充実させる。同時に相手を倒す秘策を練るのだ。今日のカードは、仲間の八つ小林とタッグを組み、カルガリーハリケーンズとの対戦である。
いよいよ試合開始だ。さあ行け長州。予想もしない大乱闘のうちに試合は始まった。一戦一戦に闘志をむき出しに臨む長州は、この日も開始早々から激しい試合を展開した。長州の渾身の息詰まるファイトは多くのファンを魅了する。現在日本のプロレス界は全日本プロレス、新日本プロレス、UWF、そして長州率いるジャパンプロレスの4団体に分かれている。長州力、身長184センチ、体重115キロ、胸囲120センチ、腕回り44センチ、太もも70センチ。いじめ鍛え抜かれた鋼のようなタイプである。ジャパンプロレスの威信をかけたこの試合、前半苦戦を強いられた長州組は、長州の得意技、力ラリアートで決着がついた。いつ頃からのファンなんですか？もう君力道山の頃からですよ、ね、もう何十年もプロレス見てるから時代とともにプロレスも変わる、うん、昔のプロレスはね、要するに日本人の外人コンプレックスに訴えるとかね、うん、その時の時代時代のね、ムードをね、プロレスは反映する、うん、今のプロレスはね、挑戦するというね、ショーが大に挑戦するとかね、うん、長州のね、パワーで押しまくると、うん、もう理屈も何もいらねえと、うん、もうリングに上がったらね、徹底的に情け容赦もしたくねえ、もういい、ね、攻めて攻めて攻めまくるという、こういうね、長州のパワープロですね、徹底的にやっつけたら、あとは知らねえと、ね、冷酷に。ね、リングを去るとか、こういうねパワープロレスが魅力ですよ、ね、これでなきゃダメですよ。なんだろう、ファンの要望に応えて時折サイン会を開く。この日詰めかけたファンはおよそ500人。はい、お疲れ様です。現在のプロレスファンのうち若い女性の割合は大きい。一昔前のプロレスの状況とは随分と様変わりしたもの。しかしいつの世もプロレスは少年少女たちの夢であることに変わりはない。この日の収益金は9月多数の犠牲者を出したメキシコ地震被災地へのチャリティー基金として寄付されることになった。サイン会が終わると今夜の遠征地へ向けて早速出発である。選手たちは年間200試合ものスケジュールをこなす。日本全国旅から旅への生活は試合以上にハードである。
誰とでも戦いたい。長州のそんな考えに共鳴した革命軍団の結束は固い。永元遥選手会長を務め、長州の良き片腕として選手を掌握する。マットの魔術師寺西勇、パイルドライバージャーマンスープレックスを得意技とする新倉文博、 NWA 認定インタージュニア王座の経歴を持つ小林邦明、オリンピック日本代表の経歴を持つ八津義明、若手保永範夫もめきめき実力をつけ始めた。アンドレ・ザ・ジャイアントの足をへし折ったことで名を挙げたキラー・カーン、今年プロ入りしたばかりの長谷・佐々木、今は雑用に追われる毎日である。リングの荒法師クリスも長旅にはなすすべもない。デビュー1年の笹崎、恵まれた体をどう生かすか楽しみである。山本も今年プロ入りしたばかり、明日のヒーローを夢見る。あ、もう2人ともモンゴリアンだ。のどかなひとときもつかの間、長州は戦う男に変わる。その日の対ジャンボ鶴田戦、60分間フルに戦い抜いた両者のファイトぶりは多くのファンを魅了した。しかし試合後半、鶴田に浴びせた円錐切りで長州は右膝を痛めてしまった。今後の試合に暗雲が漂う。右膝の負傷の癒えぬままスケジュールに追い立てられ、長州は次の試合会場四日市へと向かう。ここ数年、突然ファンの熱い注目を浴びるプロレスの魅力とは一体何なのだろうか。あのプロレスの面白いところってどういうところですか。いいとこと男らしいとこやな、元気の。あ、どこってもう子供たちに連れられてくるんですけど、どんな面白い。技をかけるところが面白い。長州の活躍を見に来ました。すごい熱中してね、すごい燃えて見とる。誰が好きですか。長州力さん、ずっと見とってね、生き方が好き、男らしくてね。彼が戦ってる時はどんな気持ちになりますじゃん。あ、一緒になんか燃えてしまいますね。ええ体立ちが、ああいうの憧れるしさ、それにまあ僕も思えるし、ああいうのも、自分もなんかリングで戦ってるような気がしてて、うん、いや怖いんだけど、迫力があって、やっぱりああいうプロレスラーみたいな男性があなたの理想ですか。いえ、私長州さんのファンだで、一回でいいから会いたい。アントニオ猪木のいいとこはどこですか。やっぱ自分を燃えさせてくれるっていうの、長州はね、アントニオ猪木のとこから出たんだよね、あのファンとしてあの辺はどう受け止めてます。まあ初めはちょっとまあ許せないっていうか、そういうような感じで受け取ったけど、やっぱ長州も長州なりの考えがあると思って、やっぱそういう行動に走ったから、自分なりの意見を持ってていいと思います。右膝靭帯のハンデをものともせず、長州は得意技を連発、わずか10分足らずで決着をつけた。試合後、長州の右膝は悪化した。しかしファンの前ではその素振りも見せない。それは戦う男長州力の意地でもある。お供え OK、 松飾り OK、 年賀状 OK、 できました。できたよ。見せて見せて。年中旅行してるじいさんに、今年活躍したタイガース、おせんちゃんにこれは義理だよ、義理。
知ってるくせに来年が笑ってる年越しにどん兵衛の天そばをどうぞ。目指せ美少年バイタリスセットホールド。さあウェット制圧法で決めていこう。少し濡れた髪に使う、ここがポイントだよ。あとはブラシで仕上げよう。レッツゴー美少年。いやみんな決まってるね、さすがウェット制圧法。あら外人さん、さらっと決めるセットホールドバイタリス。ライオンからに次ぐ連戦を終え、わずかな休暇を利用して長州はアメリカへと旅立つ。心の師マサ斎藤に再会するためである。旅にはかつて長州とマサの出会いのきっかけを作ったタイガー服部が同行した。新日本プロレス時代、長州はアメリカを転戦するうちにたった一人で全米マット界を荒らし回るマサ斎藤を知り、彼の生き様に強い感銘を受けた。そのマサが昨年春警官暴行事件に巻き込まれ、現在刑に服しているのである。猪木藤浪のかませ犬ではないと宣言。以来プロレスの革命を目指す長州はライバル藤浪辰巳との度重なる闘争の末、ついに一つの金字塔を打ち立てた。その激しい戦いの時、いつでも長州を支えてきたのがマサであった。旅の疲れも見せず、長州はマサとの再会に心を膨らませる。ミネアポリスから車でさらに4時間、マサのいるフランブルはカナダに近い原野の中にある。どのぐらいあったい？去年の夏からだ。去年の夏は長いな。今年初めての雪らしいよ。想像してるじゃんな。いや、だけどマサ水前にいたら喜ぶよ。やっと遠いところが来たと思って。もう1年近くやってんだ。刻一刻と再会の時が近づく。何を話そうか、元気だろうか、長州の胸は高鳴る。どうしたんだよ。待望のマサとの再会。どうした俺元気全然変わんないよ俺は。え？全然変わってないよ俺。この時来たくないよね。心配するな、どのことは心配するの。俺のこと心配してんの。マサの相変わらずの元気な笑顔、たくましい体、大いに喜ぶべきはずなのに、なぜか言葉にできない。笑顔を見せようとするが、逆にこわばってしまう。毎日足飲んだってさ、マサこの足見てるのか。なんだよ。ここマサ変えたいだろ。変えたい、背中変えたいけどね。大変だろう、でも今。マサイが大変。いたら全然違うよ。まとまりも違うやつだ。そんなんついない、俺帰りたくなっちゃうよ、お前。しょうがないよ、うちは。でも日本のレスラーで初めてじゃないのね。俺こんなことしちゃったの。もう初めてですね。いや、自分は悪くないと思ってもさ。こんなことやっちゃってね、もう本当にすまないとかね。だからなんて言うけん、お前俺間違ってないのよな。いや、それはそうなんだけど、もしも手玉と撃たれてたよ俺、ピストルで撃たれたから手だよ。
打ちやしない。打つよ、打つよ、こっちは。いや、打つ前の問題だよ、まさ、打つ前の問題。大体ね、県外であんなもんしなきゃ見えるんだけど。松は祭りが好きだからダメなんだ。何祭りだ。人はどんどん持ってんの。あいつが手出してんだな、最初な。何言ってたんだ、お前。そんな関係ないの、まさ、人はどんどん。俺もちょっと助けてやろうと思って。もともと義理人情に厚いマサ斎藤は友人レスラーケンパテラが起こした警官とのトラブルを助け立ち、それが事件の顛末であった。それこそ日本の時代劇である前にさ、囲まれて戦うってことはいいことで、たまにはスカッツリ、あとは困ってた。これはアメリカの刑務所のユニフォームよ。なんか怒りも明るく振る舞うマサ斎藤のはにかんだ優しさが長州の胸を貫く。そしてマサのジョークに思わず引きずり込まれてしまう。じゃあこれがタックがいいけどな。明日のマサ斎藤さん、明日の仕事なんですよ。いいですね、今日は。再会の時は瞬く間に過ぎ去った。うまくは語れなかったが、友情の確かな手応えを長州は感じていた。迎えの日だったらと長州はしみじみ思う。ニューヨーク、長州がアメリカ転戦中にも幾度か訪れた街。ここにも彼の知人は多い。もう本当はレスリングばっかりだったのね。じゃあ、はい、本当に長年ニューヨークに住む専修大学の先輩安倍さんと彼の友人が経営するジャパニーズレストランで感激の再会である。安倍さんもオリンピック出場を果たした強者である。後輩長州の活躍ぶりに目を細める。ね、でもね、顔だけはね、こ顔見たらね、あ、こいつは強くなるなっていう顔してた。先輩にしごかれたって思い出ないですよね。なあ、俺はしごかないよな。加藤さんの時代うるさかった。まあ、しごかれ、しょうがない。一年ペでしょ。一年ペでね、本当に。加藤さんってキャプテンだけど、プロ野球だからさ、本当ちっこいんだよね。本当、ちょっと下手打ったらさ、ぶん殴られてさ、すぐミーティングでね。いや、こんな大きなずっとや泣いちゃうんだから、やっぱりさ。でもね、大学時代っていうのは面白くてね、あまり自分では自信ないんですよね、一応的に。でも意外とチャンスってのがあるんですね。うん、意外とね、リーグ戦出してくれたんですよね、一応的にね。それで、ね、たまたま勝っちゃったんですよね。それがきっかけでね、なんかすごい伸びたんですよね、僕。あ、本当、リーグ戦で、はい、リーグ戦で。でもね、やっぱり吉田なんかね、実力やっぱり認められてたから、やっぱり出れたんであってさ、もうそろそろ。苦しかった時、必ず誰かが手を差し伸べてくれた。そんな記憶を長州は片時も忘れない。卒業してから早12年、それぞれ生きる道は違っても先輩に対する長州の態度は学生時代と変わらない。別れの時を惜しむかのように、夜の更けるのも忘れ、三人の語らいは止めどなく続いた。翌朝、ニューヨークのタイガー服部宅に懐かしい思い出の時を訪ね。あ、こんにちは。いらっしゃい。遊びに来た。こんにちは。どうぞ。懐かしいな、本当に。いや、びっくりしたね。懐かしい。どういうの？
けに元かよ。うん。なあ。あ、しばらくです。ね。はい。本当に、でも落としたんだよね。いや、本当に。けに。ほら、おいでくれ、ほら。けに。けにね、恥ずかしがってるんだよ。いや。はい。手乗りが大きかったな。お手触ってごらん、ほら、大きいよ。調子さん、手で触ってごらんなさい。ジェニ君、腕触ったらこんな太いんだから。どうして大きくなったか知ってる？ヤンキー。ねえ、カレーライスいっぱい食べたんだよ。カレー食いだよね。ねえ。しかし懐かしいな。あの写真見たらさ、本当年取ったなと思うな。これ本当懐かしいな、こういうのな。しかしまさ、本当こういうのすごい大事にしてんね。おめでとうだろ、それ。ああ懐かしいよ、すごく。うん、若いね。シュコ、フロリダの家知ってるか？知ってるよ。ねえ、こっちだ。ママと健康で昔。鳴り物入りでプロの道に進み、一人ぼっちの武者修行で味わった不遇の時、長州はフロリダで服部と出会う。将来への希望と不安が混沌とする日々を生きた頃、それが長州にはたまらなく懐かしい。お前どうしたの？またベルト噛んでる。ベルト噛んでる。子供と接する長州にリングで見せる厳しい戦う男の面影はない。ゆっくりと思い出に浸る間もなく、長州を待ち受けるのはジャパンプロレスの後輩中野真一の結婚式である。でも早く一人前になってほしいと願う長州の思いは朴訥なスピーチにもにじみ出る。お越しの方、二つのご出席ありがとうございます。新人おめでとう。明治さん、今日は本当に綺麗です。この二人を今日この日まで大事に育て上げられました中野家、また美雪さんのご両親、ご両家、本当におめでとうございます。新人、これから長い年月、何十年、二人力を合わせて、この今日の大事な気持ちを忘れないで、また助け合って、立派な家庭を築いてください。本当におめでとう。今日どうもありがとうございます。さん、どうですか？後輩の結婚式をこう立ち会ってみて。いいね。うん、綺麗だよね、うんうん、中野もいい男だし、うん、今日は特にいい男が見えたね、うん、次俺の番じゃないもんいつもそう思ってんだよね。どん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 先越されちゃってさ、みんな、うん、でもいいことだよね、うんうん、これでまたあいつもしっかりすると思うからさ、うん、ほんのわずかな休暇でも練習を怠れば肉体の緊張は緩む。ファンを納得させるファイトを見せるには練習しかない。ゲームの方向いてごらん。上げろごらん。大きな望みを託すあまり、つい若手を殴ってしまう。長州が軽々と上げるバーベルは140キロ以上もの重さである。この他にもアームカール、スクワットなど10回ずつメニューを繰り返す。
厳しい練習の中で長州の胸に一抹の不安がよぎる。誰とでも自由に戦いたい、そんな独りよがりの夢はもしかすると叶わぬことかもしれない。しかし今は自分の信念をひたすら貫いてみようと長州は思う。八津義明に寄せる長州の期待は大きい。この日八津義明は仲間からの集中的な荒々しい男の友情を受けた。小林と笹崎のグランドの最中、我々は格闘技の怖さを目撃した。プロレスがかくも過激なスポーツであったことを我々は改めて知る思いであった。幸いなことに体力のある笹崎はすぐ回復した。プロの練習で鍛えた体はさすがに強い。おい佐々木、普通の人の20人前の量で作られる1日2万円なりのちゃんこが選手たちのあふれるパワーの源である。泣いたこと、笑ったこと、一緒に話をしよう。悔しかったこと、嬉しかったこと、一緒に笑おう。いつか二人でキリンビール。さあ、ビールにしようか。Standing tall, seen it all. On his own, not alone. 動きを見る、流れを読む。今日僕はいい仕事しました。時代を見越した先進のビジネスパソコン、パナパコム C380。 It's great.長州は母校仙台へしばしば足を運ぶ。ああ、死んでるのか、いつもいつ来ても死んだかも。アマチュアレスリングに学べ、それが長州のプロレス哲学でもある。朝から練習、昼行終わって、それまたここ来て練習やってくださったらなりますよ。これだけできればいいですよ。どうだよ、佐々木。どうだよ。どうだよ。面白いか。
変なところで抑えられちゃうだろう。力じゃないだろう。むしろ下がることは覚えたよな。ガブることも覚えたよな。今度後ろ回ることだよな。やってみな。わざと先取らさせちゃう。ちょっと踏み込むよ。右足踏み込んで回る。回せ。ブリッとしてよ。踏み込んで。頼りに上がるな。な、これいいぞ。長州選手はこちらに入られた時、一体どういう印象をお受けになりました？スピード感あふれる、まあ、こう非常に魅力あるですね、スケールの大きい選手だなと私は思ったんです。レスリングのセンスもさることながらね、やっぱり普通の人間では想像つかないくらいのね、やはり勝負度胸と、それと厳しい修練に対する心構え、根性、これはもう卓越したものがありましたしね。性格は激しいものを持っています。これはもう上級生とやはり対等な面をね、道場ではもう示していました。ただ合宿場とかね、生活の場でやはり良識ある男だから、そういうことはないけれどね、やはりね激しい気性を持っていましたよ。だからレスリング一つ見ても必ず自分のペースにね巻き込むんだと、そういうレスリングやってました。新日本プロレス入りまして、それから一時まあなんていうんですかね、まあ大学の頃よりはちょっとこう鳴かず飛ばずというか、そういう時期ありましたね。その辺の頃をどういうふうにご覧になってました？長州の性格から見てね、長州っていうのは常にその道その道では日の当たる、またトップに立ってきた男ですね。それは自分の努力で立ってきましたね。ただ新日の上野毛の合宿所にいるあたりの時には、長州はプロとしてはね一流になれないんじゃないのかっていう危惧はありましたけれども、だけど会うごとに目に輝きがありましたからね。だから彼は彼なりに今の状況に満足してんだなと、だけど将来はやるというふうな決意、これは僕らは読み取れましたね。でも今日の調子にまで行くとはね、想像はできなかったんですけども、まあだけど輝いてましたよ、目がね。おい、デブ来てみろ。お前これよくかかってたの、はい、なあ、これ痛いからかかるぞ、はい、お前は太ってるから苦しいんだよ。気さくな長州は学生たちの臨時コーチを買って出る。ああ横じゃないか、こう、こう横じゃないか、はい、横とこっちか、こんないからな、はい、いつかは自分を超えてほしい。これ返すのさ、長州の思いは後輩たちの胸にきっと届くはずだ。これやっぱりここまで変えてしつけてやらないと。学生生活のね、第一関門突破、新人選手権取った今日は祝賀会、長州が来てるから長州乾杯飲んで。あ、どうもおめでとうございます。ありがとうございます。その夜、仙台新人戦祝勝会がOB の経営する店で開かれた。今の自分があるのは多くの人の支えがあったからこそと信じる長州は、呼ばれればどんな場所にも顔を出す。お塩やろ。そうだそうだ、お塩やろ。長州しなきゃないよ。俺押し切ったと言ったもんね。今や時の人、長州力は忙しい合間を縫ってセイヤングに出演。子供の頃から力強かったんでしょ？やっぱりワンパクだったですね。ワンパク、うん、それで僕の生まれたところは瀬戸内海でね、はい、やっぱガキ相性だった、うん、うん、そうだったですね、やっぱりね。体が大きかったですか、子供の頃？いや、そんなでもなかったですね、うん、そんなに大きくもなかったですね。かなり効かなかったんでしょ？いや、ごく普通の子供と変わらなかったんじゃないかなと思うんだけどね、今普通の子供と変わらない、うん、アマレス日本チャンピオンになったのが昭和48年。うん、そうですね。昭和48年ってちょうど20歳か21ぐらいですか？そうですね、20歳ぐらいですかね。そうですよね、はい、だからそれでミュンヘンオリンピックなんかにもこう出たりなんかしてね、うん、それなんで突然プロ入りしたんですか？うん、卒業して、ね、することなかったんですよね。することなかった、うん、まず就職してもね、まずサラリーマンには自分向いてないと思ってね。飯どのぐらい食べます？もうそんなに食べない。食べない、うん、みんなね、よくね、よく食べるでしょって聞かれるんだけどね。いや、食うでしょ。いや、本当にね、食べないですね。
じゃあ丼で何杯ぐらいですか。一杯食べればいいじゃないですかね。寝て。いや本当に。見張ってる。いや見張ってない。本当に。本当ですか。こう僕ら深夜放送こうやってやってますとね、いろんなハガキが来るんですよ。はい、その中で例えばね、いじめの問題とかね、うん、校内暴力の問題とかってあるでしょ。うん、そういうの見ててどう思います。なんかよくあるよね最近ね。多いですよ。ただね、俺あんまり偉そうなこと言えないんだけど、やっぱり両親が弱いのかな、親が弱いのかな。親が弱いから。それか、うん、今のこの環境かな、世の中の。世の中のね。うん。だからね、僕だったらね、そういうワンパクいたらね、ゴツンとやっちゃうんじゃないかなと思ってね。まあ、こんなもう忙しいのにこんなこと言っちゃう申し訳ないけど、はい、また機会あったらぜひ、はい、またよろしくお願いします。最後に腕相撲しません。はい。じゃあ私腕相撲ちょっとしていきたいと思います。はい。ちょっと僕2本でやります。はい。2本だったら負けちゃうんじゃないかな。これ2本です。そんな強くないですよ、はい、僕は。ちょっと待って、これ俺全体重かけてんだよこれ。ガーガーって太鼓だ。ダメだ。佐田は2本で負けました。僕はね、今日初めてお会いしたんですけどね、やっぱりあの人柄っていうのはね、素晴らしい人ですね。爽やかでね、うん、あの優しい目とね、いうものやっぱり自分に対して非常にその厳しい人なんじゃないですか。こう今までのこう新日本プロレスっていうところから、どうなんですか、はい、ある反旗を翻してっていうようなところが、はい、なんか非常にねファンに受けてんじゃないかと思うんですが、はい、うん、まあそれはいろいろな事情があって、だと思いますけどね、やっぱり何にしてもその自分の使ってる水をねかき回すだけの勇気っていうのはね、なかなか半端な男には出ないですからね。その辺はもうすごく素晴らしいと思いますね。やっぱり少年たちの夢しょってあげてるから、これからも本当どんどん輝いてほしいですね。戦う男長州はリングに男の命を燃やしてやまない。楽しく感じるままに、技術の日産グループです。はい、これが新しいシーチキン U です。缶切り不要のワンタッチ、その上手軽な一口タイプ、さあいかがですか。羽衣から新発売シーチキン U。 ねえママ、どうして今日はお湯を今にしたの。それはね、サラダ油が入ってないからなの。ママも太めだもんね。こら、健康家族のシーチキンお料理番。長州の願う日本マット界の統一はいつの日だろうか。12月3日この日34回目の誕生日。戦いの後、仲間たちが開いてくれたパーティー、ささやかだが嬉しい。2年前維新軍と呼ばれ、今日まで信念の思うまま戦い続けて、いつか軍団は16名に膨れ上がった。リングに立った時は何考えてますか。リング立った時、もう当たり前のことなんだけど、戦うっていうことしか考えてないだろうね。勝ち負けってそんな考えてないね、うん、うん、要するにもう そういう戦うってことがもう好きなんだろうね、うん、対戦相手にね、圧倒されたり恐怖を覚えたりってことはないですか。それはないね、うん、ない、うん、そういうのはないね。だからそういうの感じ出したらもうダメなんじゃないかなと思うね。ジャパンプロレスのね、選手に対して、うん、中さんはどういうふうな選手に育ててもらいたいとか、そういうお考えありますか。みんな個人個人個性があるからさ、うんうん、それがよく出るようにね。あとはみんなもう本人次第だからね、うん、もうみんなプロレスできるし、ああだこうだって一から言ったってね、うんうん、もうあんまり教えるもんないと思うね、うん、
これからのね、うん、あのプロレスみたいなのはどうあるべきかっていうのはお考えをお持ちですか。難しいな、うん、これからのプロレスがどうあるべきかって言われるとね、うん、まあうちのスタイルだったらやっぱりまあよそにも負けないね、うん、まあ一番ファンにこう支持されるようなね、うん、プロレスをやっていきたいなとは思ってないけどね、うん、選手長州力としてね、うん、自分はこれからどうやっていこうと思ってますか。俺自身だったらね、俺のことだったらまあ肉体的にもさ、うんうん、やっぱり少し衰えてきてるなと思ってるしね、うん、俺自身はやっぱり悔いが残らないようにね、うん、まあそしてなんか引き際っていうのをなんかよく自分で見極めてこううまく、うん、次の世代にね、うん、バトンタッチできればいいなと思ってね、うん、今年最後の試合、いつになく緊張の度が増す。信じてやまない壮大な夢、その真価を問えるのはリングの上しかない。よしか、さあ行け長州、燃えろ戦え長州力。真に闘志をたぎらせた長州が登場すると場内は一気に熱狂する。鍛え上げられた長州とマシンの肉体が火花を散らす。長州マシーンの決戦は去る11月タッグ戦で一敗地にまみれたマシーンの名誉挽回の戦いである。危うくホールを逃れた長州は反撃を開始。長州力34歳、忍び寄る体力の限界を感じながらも極限に迫るファイトを見せる長州にファンは惜しみない拍手を送る。試合は斉藤高野の突然の乱入により長州の反則勝ちで幕を閉じた。この試合でスーパーストロングマシーンは力ラリアートを浴び3本の前歯を失ったことを付け加えておく。戦う男のひたむきな姿に魂の鼓動を聞くとき、人は心揺すられる。今、長州軍団の壮絶な戦いは、ひとときのプロレスに対する苦言を一蹴してしまう力強さがある。長州力よ、いつまでも少年たちの夢であれ、そして、遥かなる我らのヒーローであれ。
長州力俺たちの時代だビデオカセットプレゼントのお知らせ。長州力のビデオができました。放送とは一味違ったオリジナルビデオ、長州力俺たちの時代だを40名の方にプレゼント。お申し込みはご覧の TBS テレビ長州力ビデオプレゼントの係へどうぞ。12月27日決心まで有効です。中国では古来髪の毛を血よという。血行を良くし抜け毛を防ぐカルヤン S。 抜け始めてわかる髪は長い友達、カルヤン S は医薬品です。髪を大切にするカルヤンシャンプー。 Standing tall, seeing it all.動きを見る、流れを読む。今日僕はいい仕事しました。時代を見越した先進のビジネスパソコン、パナパコム C380。 It's great. この番組はもっと楽しく感じるままに、技術の日産自動車グループ、パナファコムとご覧のスポンサーの提供でお送りしました。新しい年に新しい光を、ナショナル蛍光灯パルック。今ミッキーマウスラクレコードプレゼント。ママ、ご先祖様ってどんな人？綺麗な人？優雅な人？勇敢な人？賢い人？どんな人だったろう？今、一人一人